ワワのキャンディーです。僕の友達の岸尾くんを紹介します。岸尾くんは平成6年生まれです。僕らチワワやけど岸尾くんは岸尾県なんです。で、和歌山の治安とか交通安全の啓発活動のために県内あちこち出動しています。で、岸尾くんの防犯メールっていう警察からのお知らせタイムリーにもらえるサービスがあって、子どもの安全情報とか交通関係情報をピンポイントでもらえます。県民の方登録してますか？私今日はしました。で、観光スポットは有田の国道42号線沿いの川の横の大きい岸尾くんです。割にね、そこスピードを出てピューって走っていくとこなんでね、通り過ぎた瞬間に、あー今岸尾くんおったし、どうやらでかかったしみたいな感じになります。で、晩はねライトアップされてるって言うんですけど、私まだ見たことないです。で、岸尾くんのグッズって割と人気らしいんですよ。で、県庁本部に売ってるとか言うて、なんか遠いとこの人でもはるばる買いに来てるらしいです。